ズンプロです。よろしくお願いいたします。そうそうそう。まるまる禁止で歌いきれアニソン妨害ゲーム。私たちカラオケ動画をよく出してて、カラオケ行きたさをどうやって消費しようって思ったら、私がここで歌えばいいんだなって思ったんですよね。というわけで今日はポタちゃんにまるまる禁止のお題を書いてもらったので、私は適当にそれをくじで引きます。私は禁止事項を知らずに頑張って歌い切ります。禁止事項に触れてから10秒後ぐらいにポタちゃんがカラオケ店みたいなことをしてくれるので、そしたら私はまた最初から歌い直しっていう感じです。じゃあこいつにデスティニーを感じたので、これでお願い。あーなるほど、なかなか難しいんじゃないこれ。うわマジか。じゃあ用意スタートって言ってからこれが始まります。じゃあポダちゃん叩きたいだろうから、こちらも ありがとう。1曲目リサさんでグレンゲ。強くなれる理由を知った僕を連れて。考えろ、さあ考えろ、自分が行った行動を考えるんだ、すべて。いきます。じゃあ2回目のチャレンジスタート。強くなれる理由を知った僕を。ラ行とかではないのか、漢字喫止とか。え、そんなん無理じゃない。ストロングなれる。いや待って、え、成功だとしてはお前はそれでいいんか。じゃあもう一回最初からね。分かった。じゃあ4回目の挑戦、よーいスタート。うおう、あえう、いうおい、あおうおう、うえええ、母音で歌えではない。母音で歌えではないですね。あーね、全然進捗してないよさっきから。ちょっとこれやばくない。何弾いたんだろう。ちょ、ヒントくれない。動画で見てわかりやすいよね。あ、わかった。5度目の挑戦スタート。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。そんな通り出た。あれでも進んだよ。ってことは足でリズムを取るのとか。動いちゃダメってのはあってる。どこが動いちゃダメなのか、そういうこと。こういうことじゃない。どこ動いちゃダメかちゃんと考えて。やっぱ目。強くなれる理由を知った、そなたの匂い。え、まさか心臓。心臓止めなきゃダメ私。無意識なんかな、ゼノンの癖見つけちゃった僕。でも視聴者さんもさ、また同じ動きしてるって思ってると思う。嘘。多分癖だと思うお前。いきます。はい。強くなれる。震える手は掴みたいものがある。それだけさ。夕の匂いに空に選んでも。あれ？今何だと思った？眉毛。私歌うときめっちゃ眉毛動くんだよね。え、でもそれはいいことなんじゃないか。ってことはもう分かった答え。あ、分かった、うん、分かった。次こそ頑張る。言います。強くなれる理由も知った僕を連れて進め。困る心震える手は掴みたいものがある。世界に打ちのめされた負ける意味を知った。グレンの花よ咲き誇れ、運命を照らして。チャレンジ成功。イエーイ。はい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 。何だと思いますか。手を動かしてはダメ。まあ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 、正解。左手動かすの禁止でした。え、どんな動きしてた。ゼノンずっとこういう癖ある。ずっとなんかこねくり回してんの。嘘。多
多少ね、こう指動くんは見逃しとったけど、こねくり回すのはアウトやん。多分緊張してそわそわしてるんだと思う。だからそれを抑えるために帰って持ったってことやじゃん。うん、うん、こう動かさないようにして。ナイス作戦だと。うわー、なるほどね。第2回目は2枚引いた方がいいんじゃない、動画的に。そりゃそうだよ。何年 YouTube やってると思ってるの。こう見えてもね、私たち今年で4年目なの。まず1個目。ハードなんじゃないですか、これ。ゼノンなかなか引き運ないね。マジか。もう一つは。あら。ちょ、これさすがに人間殺しちゃうことになるんで、なしにします。え、何だった、あの、呼吸禁止。もう良すぎるんだよ。もう一枚。ほい。ほい。もう一枚は。ガチャ。え、2枚目の呼吸禁止きた？終わんねえかもな、今日。マジかよ。じゃあ2曲目は、アニソンじゃないかもしんないけど、ラブライブより、結城せつなちゃんの曲で、チェイスを歌いたいと思います。はい、はい。めちゃくちゃいい曲なんで、ぜひ気になった人はスクスターをプレイしてみてくださいね。何禁止だろう？とりあえずメジャーなところで言うと、英語とかだけど。ほうほうほう。いきます。走り出した思いは強くするよ。悩んだ君の手を握ろう。今何禁止だと思ってやったの？裏声。おお、なるほど、面白い。わかった。はい、いきます。走らせた思いは強くするよ。悩んだら君の手を握ろう。音痴になれ。命令やもう。なんだろう、汗かくの禁止とかだったらちょっと夏にはしんどいけどね。ヒントとしてはちゃんと動画で伝わることしか禁止事項には入れてないよね。うん、それはね。いきます。はい。走り出した思いは強くするよ。悩んだら君の手を握ろう。え、中止。何だったの次は。地声禁止。ヒントない、なんか。ちゃんと自分の今の行動全部見直して。え、ちなみに2個とも引っかかってる？ 1 個だけ。なんだ、うん、I am a heart It's very strong 悩んでは You heart ギュッ。You are atamaru。 あなたが今何してるか声に出して読み上げてみなさい。走り出した。違う。歌詞的なものじゃなくて、あなた今自分がどういう状態か一つ一つ。人間ら、そういうレベルから。ああ、なるほど。服を着るの禁止とか。センシティブすぎ。例えばな。女性禁止とか言われたらどうしよう。走り出した思いは強くするよみたいな。え、いけてる今。いきます。走り出した思いは強くするよ。悩んだ君の手を握ろう。お、大事な気持ちまるで裏切るように過ごした。昨日にはもうバイバイして決めつけた。一個乗り切った感あるな。瞬き禁止だ。それか、右手を擦るの禁止。今の中に NG やったってことは絶対歌詞的なものなんだよね。おー、いいね、考察いいじゃん。走り出した思いは強くするよ。悩んだら君の手を握ろう。大事な気持ちまるで裏切る。わかった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 。詰まるの禁止だ。これだ。いきます。なんで笑ってる。いやいやいや、ダメだよ。もしかして薄めで歌詞見てるのバレてる。バレてる。で、私薄め得意なんだよね。お母さんがさ、よく夜中に動いてたから。何、わかったわかった。歌詞見るの禁止だ。これだ。走り出した思いは強くするよ。悩んだら君の手を握ろう。大
事な気持ちまるで裏切るように過ごした。昨日にはもうさよならして繰り返した。危険と後悔言い訳ばかり探して決めつけた。振り回すのはやめて足を踏み出す。最初は怖いかもでも進みたい。その心があれば足出した思いは強くるよ。悩んだら君の手を握ろ。なりたい自分を我慢しないでよ。夢のいつかほら輝き出すんだ。チュルルチュルルチュルル来たでしょ。ゼロさんチャレンジ成功。すごいすごい。正解は英語禁止とスマホ禁止。スマホ本当は持つのも禁止かなって思ってたけど、歌詞見てないってことは使用してないと一緒だから持っとる間も OK にはしとった。あ、なるほど。で、薄めで見たからダメだったんだ。そういうことです。え、すごくない？そうだから大正解ですよ。やったー。え、すごい。これ楽しい。いや、すごい。おめでとう。じゃあせっかくだから最後ポダちゃん1回だけやっとく。お笑いよ永遠に。で、どうでした、ゼノさん。めっちゃ楽しかった。なんか、ただ歌うだけじゃなくて、考察しながら歌うっていうのがなかなかする機会ないから、はいはい、またやりたいですね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いなって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にゼノプログッズが、好評発売中です。ぜひともお買い求めください。